くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は100均でアイアンアイテム結構たくさん手に入れたので、これを使ってエアプランツのインテリア術でご紹介していきます。私が100均ダイソーで手に入れてきたアイアンアイテムをご紹介していきます。まずは1つ目、こちらグレーの色味が可愛らしいアイアンバスケットと、あとはこちらすごい可愛らしいなと思って私チョイスしたんですけど、アイアン小物ダイヤモンド飾りっていう風に書いてあります。これもまさにエアプランツ飾るにはもってこいの形ですよね。とっても可愛いです。あとはこちら、はい、一見ね、どういう風に飾ればいいんだろうっていう形してるんですけど、ハンギングワイヤーボタニカルベースって書いてあります。造花を飾れるフラワーベースですって書いてあるんですけど、今回私はこれにエアプランツを飾っていこうと思っています。あとエアプランツも追加で買ってきたので、今回はこちらのカプトメデューサと、あとはこちらのイオナンタ、はい、イオナンタちゃんもとても可愛いです。こちらが福祉3個買ってきました。エアプランツの育て方に関してはエアプランツの育て方を動画で紹介したものがあるので、ぜひぜひそちらを参考にしてもらえればいいなと思います。今回はインテリア実例のご紹介です。ではまず1つ目にこちらのアイアンのバスケット、これでご紹介していきます。このバスケットは結構深めなので、ただただエアプランツを入れるだけだとちょっと深すぎると思います。なのでせっかくだったらこの全貌を見せてあげたいですよね。なので私はここにココファイバー、はい、ココナッツの繊維入れてきたココファイバーをクッション材として入れてあげて、そうするとさらにこのアイアンにナチュラルな質感も加わるので、ご自宅に飾った時に優しい印象になると思います。ちょっとこう丸めてもらって、はい、ココナッツファイバーはよく私が植物を植え替えするときにマルチング材として使っているものなんですけど、こういった形でも使っていただくことが可能です。中にこういった形で入れてもらって、ここにエアプランツ好きなものでいいと思います。私はここに今回はこちらのカプトメデューサを入れてあげようと思います。あと一つだとちょっと寂しいので、もう一つちょっと違う形状のものを入れてあげると、またインテリアとしてグッとおしゃれになると思うので、福祉、先ほどご紹介しましたこの福祉も一緒に入れてあげます。2つ入るととっても可愛らしく仕上がりました。これを私は吊るしていくんですけど、後で全部吊るしたところはまとめてご紹介するので、これ1つ目完成です。次にじゃあ使っていくのはこちらのダイヤモンド型のアイアン小物、吊るせる感じがとっても可愛いですね。これは底の部分に木の板がついているので落ちる心配はないんですけど、これもインテリアとして全てに統一感を持たせるために、私はココファイバーを入れていきます。このまま入れて飾ってもらってもいいと思うんですけど、ココファイバーをちょっとくるくるっとまた丸めてあげて、この中に入れてあげます。はい、入れてあげてちょっとクッション材になってますね。ここに私は今回買ったイオナンタ、はい、イオナンタちゃんを入れてあげます。これもアイアンっていう無機質なところに植物、優しいものと、あとココファイバーのまたナチュラルなものが入るっていうところで、インテリアとしてナチュラルかつシックに、はい、これもこんな感じで飾ってみます。あとでこれも並べたところお見せしますね。こういう風にしてあげると、まずエアプランツっていうのは湿度大好きなんですけど、通気性も好むので、ただ木の板の上に置いてあるよりもココファイバーあった方が通気性は取れると思います。あとはもう一つ、これは100均のアイテムではないんですけど、スイーツ食べた後とかジャムの後瓶残りますよね。こういった瓶にもココファイバー、ココファイバー結構万能なので持ってるといいと思います。ココファイバーをただただこう入れてあげて、はい、ココファイバーを入れてもらって、はい、エアプランツを入れてあげる、
これだけですっごく可愛いインテリアグリーンとしてデスクの横に置くなんてのも素敵なので、瓶の中に直接そのままエアプランツ入れてしまうとちょっとその中の通気性滞ってしまうので、あまりその状態で長く飾るのはおすすめしません。ちょっとこう瓶から出ているような感じでココファイバーでかさ増ししてあげて、こんな感じで、これなんかもう本当に100円の植物だけでできる100円グリーンインテリアなので、ぜひぜひおすすめです。あとはラストですね、こちらどうやって使えばいいのかなよくわからないハンキングワイヤーフラワーベースなんですけど、ここに私はエアプランツで人気ですねスパニッシュモス、スパニッシュモスをこの頭の部分にまず引っ掛けてもらって、はい、もうねこれだけでもね十分ちょっと可愛い感じになってきたんですけど、ちょっとボリュームを持たせたいのでほぐしてもらって、この真ん中の線のところここに数本引っ掛けてあげます。数本こう絡むように巻いてあげる、ぐるぐるっと。そうすると垂れ下がった部分とこの絡んだ部分で脇にボリュームが出ますね。こんな感じで、ただ垂れ下がっているよりもせっかくのこのワイヤーの丸の部分にちょっと巻きつけてあげるような感じです。これでもおしゃれなんですけど、こうメインとなるものがないので、ここにまた別のエアプランツを真ん中の部分、もうちょっとリースを作るような感覚ですね私の中で、はい、これをメインとしてつけてあげるっていう風にすると、このスパニッシュモスは結構名脇役になってくるので、エアプランツの飾り方としておしゃれなインテリアグリーンに仕上がります。このエアプランツをテグスとか見えないもので巻いてもらうといいと思うんですけど、ちょっと今手元にテグスがなかったので今回は麻紐で、はい、くるくる寄っていきます。私の背景カーテンレール、こっちに今日ご紹介したアイアンで飾るエアプランツを飾っていこうと思います。まずはちょっと別のものになるんですけど、はい、これハンキングポットなんですね。これ今度このグリーンネックレスを植え替えようと思って用意してるんですけど、まだ植え替えてないのでとりあえずこのまま飾っちゃいます。飾るときは高さの高低差出してあげるとこう雰囲気がぐっと良くなるので、ただ同じ高さで一列に並べるよりもこうジグザグ、それもジグザグもこう一定の感じではなくって、うまくバランスをとってかけてみてあげてください。でこれは先ほどのバスケットのところに色味が合ってるのでかけていきます。こう引っ掛けてあげて、引っ掛けちゃいます。ここの空間気になりますね。ここに先ほど引っ掛けたスパニッシュモスとエアプランツのハンキングのもの、これを引っ掛けます。スパニッシュモスは長さがあるので存在感が出ていいですね。でラストダイヤモンド型のアイアンフック、これも掛けてきます。これはどこがいいかな、かな、はい、こういった形で長さ、ここの下の部分、長さの部分にこう高さをおのおのつけてあげると全体を見た時のバランスが良くなると思うので真似してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は100均のアイアン小物を使ってエアプランツの飾り方をご紹介してきました。今ちょっと後ろに飾っているんですけど、まだまだ物足りないなぁと個人的には感じてます。多分観葉植物好きな方皆さんも同じように、あそこ飾れる、ここは飾れるっていうので、どん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 コレクションが増えていってるんではないかなと思います。一緒にボタニカルライフ楽しみましょう。くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバーイ。